今の爆発音のせいで魔獣たちがこっちに寄ってきてるな。話を聞くのは冒険者を町に運んでからにしよう。時は少しだけ遡る。ミフェリアスをた、ふぅ、カズマが転生して間もない頃を思い出すわね。まあ、あの頃と違って今の私たちなら賢く仕事できるはずなんだけど。そうだわ、この瓦礫重すぎて運べないのよね。めぐみ、これ全部吹っ飛ばしてくれないかしら。全然賢くねえよ。アクア、任せてください。お前も乗るんじゃねえ。たく、街中で爆裂魔法をぶっ放してみろ。掃除する瓦礫の量が増えるどころか俺たちまで掃除されるぞ。大体真面目に作業してるのは俺とダクネスだけじゃないか。ほら見てみろ、ダクネスはハイオークの方に負けまいと瓦礫をめちゃくちゃ運んでるぞ。うっ、くっ、ガー、ダクネスさん大丈夫ですか。くー、足をひねった。歩けない。力仕事で疲れ切った上に怪我した状態では抵抗できず、一方的に蹂躙を。いや、こっちもダメだったか。真面目なの俺だけじゃねえか。みんな、そろそろ休憩にしないか。はーい、休憩休憩。シュナのご飯食べるわよ。ずっとサボってたのこの誰神。あんな戦いがあった後なんだ、休み休みでいいよ。ほら、リムルもこう言ってくれてることだし。うん、最高の爆裂魔法を打つには最高の休憩も必要ですね。このスパ悪いな、作業が全然進んでなくて。大丈夫さ、手伝ってもらってむしろ悪いくらいだし。足引っ張ってるだけかもしれないけどな。ねえリムル、おかわり欲しいんだけど。おい、やめろ、お前には食い気しかないのか。いいよいいよ、もう手配してるから。一緒に過ごして思ったけど、ミフェリアスがカズマを羨ましがった理由がわかる気がするよ。はあ、俺のどこが。神様相手にあんな感じで接する胆力、いや信頼関係ってやつかな。もちろんメグミーやダクネスの二人にも。なあ、ちょっとお前の目が心配になってきたぞ。けどな、それなら俺だって国のトップになって魔法もスキルも何でも使いこなすリムルが羨ましいぞ。いやいや、これでも結構大変なんだぜ。まあなんていうか、ミフェリアスと戦ってから思ったんだ、恵まれてるなって。まあな、何か少しでも間違えてたら俺もあんな風になってたのかもしれないし。ああ、俺も何の力もないスライムだったら今頃洞窟の中で縮こまってただろうな。だけど俺たちは運が良かった。しかも次元を超えて同じ境遇を分かち合える仲間ができた。ま、そうだな。ああ。お、どうした？最近の騒動で魔獣が活発になったからな。やばいのが近づいてきてるみたいだ。マジか！せっかくの雰囲気が台無しだ。サクッと討伐に行ってくるかな。あら、また魔獣？この国は本当危なっこしいわね。討伐なら私たちも手伝うわよ。お、珍しいな。アクアが自分からわざわざ首を突っ込むなんて。ええ、この前はとどめをメグミンに譲ったから、今度は私たちで行くわよ、カズマ。そして残りの労働を免除してもらうだ。そういう魂胆かーい！感心して損したわ。よーし、俺もまた爆裂魔法を打っちゃおうかな。はっ、重ねて放てばより凄まじい威力に。この間のあれもう一度やりましょう。二人とも落ち着け。ああ、これ以上仕事を増やしてたまるか。
切った上に怪我した状態では抵抗できず、一方的に蹂躙を。勇者として立派に。捕食対象が出現しました。勇者として。お役に立てれば。せっかく、あとは任せて。捕食の解析結果です。合議全勝を獲得しました。引き続き警戒。カズマが転生して間もない頃を思い出すわね。まああの頃と違って今の私たちなら賢く仕事できるはずなんだけど。なあ、このスマ、いいなそれ。戦闘開始っす。勇者として。お役に立てれば。はっ、私の番です。引き続き警戒に。ありがとうございます。
ありがとな。頼むな。これは…あ…さて…ああ…何ですって。息の根を。勇者として俺に任せておけ。結果です。技巧全勝を獲得しました。やれやれだよ。チュ、ムカつく。レスナあのさ、どうよ。ムカつく。なさい。勇者として立派に。対象が出現しました。少しは強そうだな。参りましたの。捕食の解析結果です。技巧全勝を獲得しました。私
そうね。ふむふむ。ねえ。うん。そうだな。ふむ。おう。はい。なあなあ。勇者として立派に。捕食対象が出現しました。すぐに片付けます。我に任せておけ。捕食の解析結果です。技巧全勝を獲得しました。